日本代表戦大大大予想、先日日本代表メンバー発表されました、はい。で今回6月15日と20日に、キリンチャレンジカップでエルサルバトルとペルー戦があります、はい。そこの予想をしていきたいんですが、それで今回はスペシャルなサッカー大変態2人を呼びました。林亮平さんとワッキーさんです。お願いします。両人も変態になる。変態です。もう変態。まあ、脇さん殿堂入り。いや、俺なんてもう比較にならないぐらいの変態だよ。いや、そうですね。いや、本当に変態です。大変態。最近は J リーグまで見出したんで。J リーグすごいよ。じゃあ J リーグプレビューショーもやられてますし、はい、海外のプレミアだったり、その解説もやってるので、うん、もう情報量がえげつないという。負けません、誰に。はい。マッキーさんは、はい、J リーグの方。まあ、J リーグ、そうですね、相変わらず見てますね。前まであの、ね、J1 の前節9試合全部フルタイムで見てて、うん、306試合かな、はい、見てましたけど、もそれがちょっとできなくなってきちゃったんで、うん、はい。まあ、大体でも5、6試合 J1 を見てますね、はい。なので大体 J リーグのことだったら分かりますね、うん。本当にもう分析官と解説、まあ、日本一で、もうサッカー大変態も日本一です。はい。2人の感想と、あとそのどういう戦い方を今こう、ね、日本代表がしていくのがベストかっていう、まあ、予想メンバーみたいなところもちょっとこう聞きながら、最終的には予想っていうところもいきたいんですが、うん、実際日本代表メンバーずらっと この前に出てますが、うん、どうですか両平は。率直にまず後ろの選手が少ないなっていうのを感じましたね、うん。で中盤から前はとても豪華な布陣だなと、うん、いろんな形を試せるんじゃないかなと個人的に思いましたね。ワッキーさんは、うん、まあ、J リーグを見られてるというか初選出の3名、はい、どうですか、はい、メンバー選考に関しては。いや、河村選手は特に、河村選手のシュートじゃなかったっけ、あの前の J リーグアウォード。あ、そうです、そうです。そうだね、はい、年間最高ゴール。あ、そうです、はい、うん、あの超ロングシュート、はい、年間に各リーグで1回か2回あるじゃないですか、そういうことって、はいはい。でもあれは、ね、本当にあの左足の名手というかキックの名手、あれたまたまなのかなと思って僕見てたんですよ、うん。そしたらずっと河村選手見てたら本当にキックがうまいんですよ、ね、うん。イコールあのトラップもうまいし、サッカー IQ も高い、いい選手だななんて思ってたら入ってくれたから、うん、すごく嬉しかったですね、うん。なんか貯金のリーグではなんか右足でもこう、うん、両足蹴れますよ ね。あ、そう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 、そこが強みですよね、右足も見せれるサイズもありますしね、うんうん。森下選手も、まあ、名古屋で、まあ、その前鳥栖にいたのかな。鳥栖です。明治大学がバーッとこうサッカー界を席巻した時に、まあ、明治大で活躍してたっていう触れ込みで入ってきてたんですけども、鳥栖の時からすごく目つけてまして、うん、上下をすごく激しくやれる選手だなと思ってましたし、あと戦える選手ですね、うん、うん。まあ、タッパーはそんなないですけども、選ばれて僕はすごく嬉しいなと思ってますね。あとは人数少ないですけど、後ろ左右森下選手できると思うので、そこの計算もされてるのかな。なるほど。でも少し不安な点が、名古屋ではウィングバックなんですよ、うん。やっぱりサイドバックとウィングバックのタスクって全く違うので、うん、じゃあ自チームでは5バックのウィングバックをしてるけど、じゃあ代表に入って4バックのサイドバックになるとまた守り方も違いますし、うん、ビルドアップの関わり方も違いますし、うん、そこのところをどういうふうに考えてるのかなと思いました、うん。まあ、先にこの今のメンバーじゃなくて、ちょっとこういう選手呼んでほしかったなっていう選手たちっていますか。僕はあのやっぱ J リーグでいうと F マリノスの長戸克也選手ですね。あ、はい、仙台でデビューした時から目つけてました。同じ、ね、千葉の高校で八千代高校出身ということで何でもできるんですよね、うんうん。プレスキックもめちゃめちゃうまいですし、すごいの決めてましたね。そうそうそう、あの無回転みたいなんですね、うん。右でも無回転蹴れたりするんですよ。でなんとロングスローも投げれる、うん。あ、はい、うん。両方右左両方できるかって、まあ、できると思うんですけど、まあ、左が特にね、うん。長戸克也選手は呼んでもらいたかったですね、うん。長戸選手みたいなのがサイドバックウィングバック両方できるみたいなタイプじゃないですか。そうですね、うん。僕は中盤から前やっぱりあの人材は豊富ですけど、伊藤亮太郎選手は見
たかったなと、うん、まあ、やはり今の J リーグでボールを持ってあそこまでドキドキさせるワクワクさせる選手っていうのは伊藤亮太郎以外いないなと感じましたし、やっぱファンタジスタですからね。いや、まあ、日本をこう盛り上げるっていうためにも見たい選手でありましたね、うん、最近ね、いなくなってきたファンタジスタですね、うん、いや、そうですね、うん、1年目僕、亮太郎と一緒に始まってるんですけど、 その当時はファンタジーな部分はあったんですけど、うん、まあ軽いとか、はい、強度がまだ足りないとかいうので、うん、そのファンタジーがなんかちょっとこう、うまく回ってなかった感じの、うん、だから、はい、僕もミトでやってるんですけど、うん、あ、そうなんだ、プレーエリアを考えないで効果的なプレーはできてなかったんですよ、うん、なるほど。それをやはり今はじゃあどこでそのプレーを使うべきかっていうところの頭の整理ができてきた、うん、なので今結果につながってるのかなと、うん、あと守備強度もめちゃくちゃ上げてますね。そうですね、はい、あと作業高校出身っていう なんていうの、うん、超名門校、こうちょっと語弊があるかもしれないけどじゃないじゃないですか言ったら、はい、そこから出てきたのみたいな、はい、例えば前橋育英とかだったらさ、うん、いっぱい J リーが出てるじゃないですか、はい、じゃない高校から出てきてるっていうのもちょっと僕嬉しくて、うん、あメンバー、この今の現メンバーに戻しますが、はい、今日本代表チーム、ウルグアイは同点じゃないですか、ウルグアイ同点でコロンビアに負けた形なんですけど、今回このメンバーも含めて、まあ、今の日本代表チームのストロングとウィークってどういうところなのかなっていうのは、両平どうですか？ストロングのところはやっぱり海外組もたくさんいますし、で海外組いた中でそこで主力を張ってる選手がたくさんいる、うん、確かに個人のレベルは間違いなく上がってますよ、うん、そこの誰を使ってもこの技術的にも個人戦術的にも高いレベルを保てる、そこはすごく今強みではありますよね、日本代表。逆に改善しないといけないのはやはりボールを保持したときに、じゃあビルドアップのところから崩しの局面までどういうふうにデザインであったりコンセプトがあるかっていうところと、あとは守備のところでどういうふうに前からプレスをはめていくか、そこの整備っていうのはすごく必要になってくるのかなと思います。それを踏まえた上で注目のお二人の選手、今回のメンバーで特に誰ですか、このメンバー選考の中で、まあ、僕、まあ、出るかどうか分かんないですけども、はい、川辺選手、あ、はい、僕はもう大好きで、彼を知ったのは彼がジュビロにいた時なんですね、はい、21歳ぐらいですかね。でちょうど中村俊輔がジュビロに入ってきた時で、このね、中村俊輔が入ってきた途端ね、この川辺がめちゃくちゃ良くなったんですよ、はい、あのボランチなんですけども、どんどん前に出てって、で俊輔がボール来て、あの時の川辺っていうのは俺もう本当忘れられなくて、すっごい上手かったし、あの周りも使えるし最高のボランチだなと思って、その当時僕代表に呼べってずっと言ってたんです、はいはい、そこから一回広島挟んでちょっとサイドとかやらされたりとかしてたんですけど、うん、結局また中盤に戻ってきて海外に行った、うん、で、まあ、埋もれちゃうのかなと思ったら、あ、呼んでもらえた、前も呼ばれましたけどもまた呼んでもらえた、やっぱり力を持ってる証拠だなっていうのは思いますね。ちょっと期待してますね。良平はこの 今、まあ、今リーグでの活躍とかも見てると思うので、はいはい、三笘選手、久保選手ですね。あ、彼らにどれだけいいボールを預けてあげるかっていうのがすごく大事で、まあ、三笘選手、久保選手が前向きな状態をどれだけチームとして作り出してあげるか、やっぱ才能があったとしてもやっぱそこに対していいボールを届けてあげなければその才能も活かせないので、チームの構造作りっていうのはすごく大事だと思いますね。だから前回コロンビア戦、はい、で、まあ、実際あの見に行かせてもらってたんですけど、うん、現地で、でやっぱそのカウンターは一つロングカウンターで三笘選手っていうのはあると思うんですけど、うん、でもやっぱそのビルドアップの構造上やっぱそのミドルサードからアタッキングサードのそこの位置でこう受けるっていうのがブライトのような、はい、うん、あれがちょっとやっぱなかなかできないっていうので、はい、相手もやっぱ適応するっていうか対応してくるっていうのがすごく、うん、あの印象的なところで、はい、やっぱこれだけだとやっぱこう武器として少ないかなっていうか、そうですね、三笘選手の良さが出せないなっていうのはすごく印象的だったんで、まあ、その両ワイドその強みをどの位置でこう、うん、ボールを受けられるかっていうか、はい、発揮させるかっていうのはすごく期待はしたいんですけど、僕個人的にはやっぱり古橋亨梧一緒にやって選手、ね、も呼ばれないか呼ばれないかっていう、うん、あ、声はあったんですけど、アセルティックで得点ですね、で呼ばざるを得ない状況を作った、うんうん、はい、っていうのはやっぱすごいなってまず思いますけど、うん、
でもまあその今の日本代表のワントップに入った時にどうハマるのかなっていうところがすごく注目してるところなんですけど、だからこその久保選手だったりっていうところが多分チャンスメイクっていうところ、多分噛み合わせは2人いいと思うんですよ、うん、だからそこのビルドアップの構造上どこで受けて、そこを多分スイッチ入った時の動き出しはもう一級の品なんで、そこはすごく期待したいなっていうふうには思うんですけど、今その日本代表がもう分析官、はい、あのフォーメーションとして、はい、どのフォーメーションが今日本代表にマッチしてるか、まあ両兵的な視点で、はい、まあ、選手のキャラクターとかを含めて考えると 4-2-3-1 が一番ベストなのかな、まあ、4-3-3 もできる人材はいますけど、やはり 4-3-3 にしてしまうと久保選手を使えなくなるので、やはりある程度2ボランチにして前前線4枚を置く形がすごくいいのかなと。あとはそのビルドアップ時もやはり 4-3-3 だとワンアンカーでそこの選手にマークをつかれた時にインサイドハーフのサポートとかがすごく大事になりますし、サイドバックの立ち位置とかそこに対してウインがどういうふうに絡むか、そこまでの設計が作られないとやっぱりなかなか難しいシステムではあるので、であるのであればやはり日本代表で準備時間が短いってなった時にやはり2ボランチで森田選手遠藤選手でうまく2センターバックを作りながら前線の選手にボールを届ける方がいい形が出るのかなと。なるほど。じゃあそれをちょっと踏まえた上で、まあ、今ワッキーさん両兵が選ぶそのこのメンバーの中、まあ、ベストの予想メンバーをちょっとこうそれぞれに発表していただきたいんですが、はい、ワッキーさんから、はいはい、キーパーは中村浩輔、うん、はい、今中村浩輔の容姿知ってます？知ってます。坊主でヒゲでいやもう武田信玄や中村浩輔のあれをちょっと見たいですね、はい、武田信玄まんまだよそうですね、イエーっつって風林火山だいや もちろん良しだけじゃなくて、はい、シュートへの反応っていうのはまあ、うん、ね、この中でもトップだと思いますし、うん、帰ってきた中村浩輔を見たいなと。あ、うん、で、はい、4枚ですね、はい、ディフェンダーは谷口、板倉が真ん中で、伊藤博樹が左サイドで、菅原が右サイド、うん、あ、でもディフェンダーが少ないからね、選びようがない、うん、そうですね、うん、あと、両平君の言うようにやっぱ 4-2-3-1 にしたいなと思うので、うん、渡る、うん、川辺トップ下に鎌田大地、うん、あ、そっか、トップ下じゃ久保って多いんですよ、人がここら辺結構いますね。ちょっと一旦純也さんを置いといてもらって、はい、で右久保建英、あで左三笘でワントップ古橋、うん、みたいな感じかな。まあ本当だったらね右伊藤純也なんでしょうけども、ちょっと久保建英が久保建英史上プロになってから一番調子いいんじゃないかなって、うん、思ってるので、ちょっととにかくどこでもいいから見たいですね、うん、ヨーロッパで結果を出してるメンバーがどれぐらいの力なのかなと、うん、あと僕はもうずっと鎌田大地を推してるので鎌田大地にもう一回奮起してもらいたいな。まあこの人の場合なんか奮起っていう言葉があんま似合わないですね。そうですね、うん、なんかひょうひょうとやってるうちにあの点が入ったりパスをつないでくれたりっていうところがあるので、まあいつも通りやってもらいたいなと、うん、じゃあ次、良平、はい、ゴールキーパーはシミット・ダニエル、うん、ビルドアップのとこ含めてキックの、うん、飛ばす距離も含め、うん、あシミット・ダニエルで、4-2-3-1で右から菅原、うん、板倉、谷口、左に旗手を、置きたいと思います。いやお、なるほど、旗手がいたか、はい、旗手を使って、でそれはなぜ旗手を使うかというところも説明すると、左のウィングに三笘選手を置くので、うん、そこのフロンターレの関係性も含めていいんじゃないかな、うん、で2ボランチが森田遠藤、うん、で 4-2-3-1 のトップ下に久保です。なるほど。でなぜ久保が トップ下、僕はもうずっと言い続けてるんですけど、彼はサイドで使うより必ず真ん中で使ってほしい、うん、はい、あのレアルソシエダもずっと1年間追ってますけど、442のダイヤモンドで
基本的に中でずっとプレーしてるんですよ。で中でプレーした方が彼の良さがすごく生きる。今年も調子いいですし、ライン間で受ける方が得意なんですよ。そうだね、はい、やはりサイドに張って1対1でドリブルで個人でもう全員抜いていくから剥がす、1人剥がすっていうプレーはできますけど、そこで良さが出るタイプじゃないので、ライン間で細かい狭いスペースの中でどれだけ前向いてワンツーとか仕掛けられるか、ダビド・シルバ選手との絡み合いもそうですし、そこの真ん中で一番いけるので4人最中のトップ下で使いたい。で右に伊藤選手、やっぱワイドの選手は1対1でやっぱ縦に行ける選手を置きたいので伊藤選手を右に置きました。センターフォワードは、古橋選手か上田綺世選手ですね。そこはあの練習トレーニングで調子いい方を使ってほしいなと。カーがありなんだ。いっぱい言いたいけどカーだ。まあ、あの僕の聞いてもあれなんで僕こちらです。はい、なんで、まあ、さらっと言うと僕はもうシュミット・ダニエル選手、2センターが板倉選手、谷口選手で、右に菅原選手で、左に旗手選手みたいな、ちょっとこう内側でプレーできる選手が三笘選手めちゃくちゃ生きるっていう、他いないかなって思ったらそんなにタイプはいないから、まあ今まではそう日本代表の戦い、最近の戦い方見てもサイドバックを中に入れる形っていうのを試してるので、そうだからそれで適性っていうとやっぱどうしても旗手選手、僕はボランチです旗手選手見たいんだけど、あのまあ左になっちゃうかなっていうので、でボランチが渡ると森田選手になるのかな。まあちょっと長めのミドルのこのあのスルーパスに反応する選手がいる、うん、まあ、古橋選手なんですけど、ワントップは、うん、僕は、うん、だからちょっとこう、一個前っていうより、そのボランチのところからもこうボールが出せる選手、うん、長距離っていうか、中距離の、まあ、そういう選手をボランチには置きたいなって思ったので、旗手選手を本当は置きたいんですけど、うん、でも左が適正っていうと、僕はちょっとまあ左に置いて、森田選手渡る。まあそこまで言われたら久保選手真ん中置きたいそうね、うん、そこまで言ったらで、まあ、伊藤純也選手、三笘選手かな、で古橋亮吾選手って感じになります僕は。もう今大ちゃんの聞いてて、はい、まあ亮平君もそうだけど、これなんでディフェンダーこんなに少なかったのかっていう、旗手を呼んでるからかなっていう。そうです、間違いなくサイドバックで計算してると思いますけど。そうだよね、はい、うん、まあ、ちょっとあの最後に予想行く前にそのサイドバック問題っていうところがやっぱりあの長友佑都、うん、あの広木、うん、あの存在が大きすぎた、うん、からこのメンバーだけではなくてサイドバックっていうところ、うん、彼らに適するっていうのは誰なのかなっていうところは、うん、右は菅原選手がかなり帯同してきてすごく素晴らしいプレーをしてるんで、うん、できると思うんですけど、うん、左ですよね、うん、問題は、うん、そこに左ね、俺、うん、あの札幌のあの菅大輝、うん、これ見てみたいなと思って、うん、ずっと試合出てるじゃないですか、うん、そうですね、でキャノン砲もあるし、はい、左利きの左サイドバックが好きなんで、うん、あの運動量もあるし、早いうちちょっと代表に1回でもいいから呼んでもらいたいなと思ってますね、うん、菅大輝、いい選手でしょ。いいですね、いや、いい選手ですね、うん、でもウィングバックとやっぱサイドバックだとサイドからのクロスに対してやっぱ4バックだと守ることが多くなるんですよ、うんうんうん、そうなったらやっぱり大柄なあのサイズのある海外の国で上からヘディングで叩かれるとか、そういうところも含めて考えなきゃいけないんですよ。誰かいますか。左は少し見当たらないですね、うん、おまあ、彼らに、まあ、匹敵するというか長友選手、まあ、旗手選手がそこでどのぐらいできるかっていうのを、うん、なるほど、期待したいですよ、うん、じゃあちょっと今いろいろと大予想で今さ、はい、左サイドバックやってる J リーガーが見てたらさ、陽平君が左はちょっと見当たらないですね。なにーやってるぞってね、なってるよね。そうなってほしいよ。やっぱなってそれぐらいの分析感はやっぱ発言権ありますね。いや発言権ありますし、あの情報量が本当莫大にあるので、日本だけじゃなくて、まあ、海外の選手も含めてやっぱりその強豪国と対戦した時のあのサイドバックのちょっとこういかつさというか、うん、カエルウォーカーなんかちょっと化け物じゃないですか、ね、あれなんだあれと思うんですけど、はい、ああいうのとやっぱ対等にやっていかないといけない、うん、って考えるとやっぱり出てきてほしいっていう、ある程度サッカーって経験じゃないですか、はい、
だからいろんな人を使って経験させたいですよね、うん、そうですね、バケモンみたいなやつ。いや、そうですね。伊藤選手あたりもこう左サイドバックうまくこうビルドアップの時にちょっと可変したりとか、うん、形を変えて、まあ、タスクをはっきりさせればプレーできる選手だと思うんですけど、うん、シュツットガルトでも左サイドバックもやってますし、うん、まあ、じゃあちょっといろいろと予想が出たと思うのでここでズバリエルサルバトル戦とペル戦の得点差を予想、それぞれ得点予想、得点予想です、何対何かっていう。じゃあそれぞれ、じゃあワッキーさんから。はい、はい、エルサルバトルは少し格下ですもんね。はい、FIFAランキングでいうと今75位、75位、ペルが21位、うん、日本って今何位？20位。あ、日本が FIFA ランキング20位、ペルーと同等と。はい、エルサルバトルと日本代表はですね、はい、2-0 で日本が勝ちます。はい、はい、ペルー戦は、ペルーは 1-0 1-0 で日本が勝ちます。日本が勝ちます。じゃあ両平は、エルバルサドルは3-1で日本です。3-1。はい、おペルー戦は1-0で日本です。うん、そうなりますよね。でなると、まあ、勝ってほしい。はい、いや僕は3-0です。もうエルサルバトル、はい、うん、戦は3-0だと思ってます。やっぱ前のアタッカー陣がかなり噛み合うんじゃないかと、うん、はい、思ってて、で2戦目、うん、2戦は2-1日本です、うん、はい、っていう予想になりました、はい、まあ、いや俺、いや得した鎌田大臣っていうふうに言いましたけど、両平君のプレゼン聞いたら本当にそうなんですよ。いや、やっぱ得した久保建英なのかなと思って。そうなんですよ。今まさに旬なね、久保君を。そうですね、鎌田選手、堂安選手、前田大然選手あたり途中からでも、うん、うまくはまりそうな感じがするんで、うん、久保選手は今、ま、最初から見たいなっていう、うんうん、だって本人も多分トップ下が一番、はい、こっちいいでしょ。そうです。うーん、今回大大大変態、あ、サッカー抜けてました。サッカー、もう本当に大好きなお二人、はい、全てを踏まえての、まあ、日本代表の考察ということで、今回予想させていただきました、うん、で、概要欄の方にワッキーさんと、両平と、SNS の情報も載せてありますので、応援の方もぜひよろしくお願いします。お願いします。お願いします。はい、ということで、今回日本代表大大大予想でした。ありがとうございました。ありがとうございました。